はい、今回はですね、懐かしの今何してんねんというやつじゃないですか。生きてますかっていう石井、正隆下の名前初めて読んだわ、うん、懐かしくない石井監督、あの金崎とやり合ったやつですよ金崎とやり合って何だっけ、精神的におかしくなって辞任したっていうね嘘でしょっていう、まあ石井なんてね、もともと選手の時多分知らないと思うんですよ。俺も知らないし、そのいたのみたいな、それは知らんわなっていう。でなんか気がつけばなんかね、鹿島の監督になってて、あれ誰の後引き継いでんだっけな、多分途中就任とかじゃなかったね、ちょっと全然記憶ないわ。でね、就任したらあれよあれよという間にクラブワールドカップの決勝まで行ったんですね。レアルとやった時、あの時の監督ですからね。で、次のシーズンやったんかな、どっちかというと忘れた。なんかそのシーズンか、その、次のシーズン忘れましたけど、なんかね、あの時はね、俺もその試合見てなかったんですけど、金崎がもちろんスタメンで、で、プレイしてて、で、金崎がまあ、途中で変わると、まあ、疲れてきたのか、なんかわかんないですけど、で、もちろん、ね、監督ですから、それは交代する権利があるわけですからね。で、交代させたんですけど、金崎は多分、まだ俺がやれると思ったんでしょうね。思いっきり石井監督に向かっていって、なんで帰んねえみたいな感じで。そこで思いっきりぶつかっちゃって、まあ今で言うあの犬みたいな感じ。で、結局、その、迫ってこられたことに対して、こう、耐えられな、精神的におかしくなって、辞任するっていうね。で、結局その後、ちょっとしてから大宮かなんかの監督やってたよね。でもうまくいかず。結局そこでうまくいかへんってことは、結局選手に恵まれてんなっていう、で本当の名将ってのはどこ行っても結果残しますからね。で大宮でうまくいかず、でその後タイに行ったんかな。だからタイで今ずっと指導者やってるんですよ。だからどんな成績を収めてるとか、どこにね、どのチームいるとか全然知らないですけど、タイで頑張ってるみたいです。はい、今後どうするんですかね。